演武開演。どうも、本日はこちら杉本というお店のスモークドハムを食べたいと思います。なんだこういうハムって市販のハムとは違うんですよね。こういう風に包まれていて高級感があるというか、なんていうか、これは食べ応えがありそうだ。でもこれどっから開けるんだろう。衣の音がまたいいですねっているのが納得できます。確かにそうかもしれませんね、あなたの場合。冬の風物詩デビュー、やっぱり美味しいです。出てきました。今度次はこれですね。普通にこうやればよかったね。では、ちょっと切ってみましょう。外にまだビニールがあったんですね。厳重ですね、これ。この大切にされているんでしょうね。この寒さ、はい、こちらが断面図です。ではいただきます。これだけかぶりつけるなんて夢みたいです。いただきます。当然のことかもしれませんが、市販されているロースハムとかとは全然違いましてね。噛んだ瞬間の食べ応えも、肉の旨味も口の中に広がる美味しさ、それら全部が今まで食べたことのない味でした。まあこれだけのハムをかぶりついたというのも初めてなんですけどね。旨味はギューッと凝縮されていて、それを噛んだ瞬間にブワッと広がる、それをもうたっぷりと食べ応えのある気がする。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。